こんにちは、海外ドラマが大好きなシエルです。今回は2021年の海外ドラマのトレンドについてお話をしていきたいと思います。数年前までは海外ドラマイコールアメリカ、イギリスドラマの、印象が強かったかなと個人的には思ってるんですけれども、動画配信サービスの到来によって世界中のドラマが見れるようになりました。最近だったら動画配信サービスとかで気になるドラマを再生してみたら、この言語はみたいな感じで、後々ね、あ、どこどこの国の作ってるドラマなんだって気づくことも多かったりします。今世界中のドラマを楽しめるようになって話題作も数多くあります。最近の人気作だとドイツ発ダークというね、タイムトラベルシリーズ、こちら2017年から放送されているドイツのテレビドラマシリーズで、シーズン3全26話で完結しています。こちらネットフリックスで見れます。ドイツの街で起こった子供の失踪事件をきっかけに4つの家族の秘密が暴かれるミステリードラマです。ダークシーズン3全26話は5日間で見ました。続きまして、はい、オーストラリアのウェントワース女子刑務所。女子刑務所を舞台に囚人や看守たちの権力争いや絆を描いたサバイバルシリーズということで、現在シーズン7で Hulu で見れます。ウェントワース女子刑務所に関してはめっちゃ愛って感じ。刑務所ってすごい戦いばっかりなイメージあるんだけど、このね、ウェントワース女子刑務所には愛が詰まってるんですよ。はい、続きまして、スペインドラマペーパーハウス。はい、こちら2017年から放送されているスペインのテレビドラマシリーズです。スペインの造幣局に立てこもった8人組の強盗集団を描いたシリーズで、現在はシーズン3までネットフリックスで配信されています。こちらのペーパーハウスは舞台裏でいろんなドラマがありまして、そんな、ドキュメンタリー版のペーパーハウスもネットフリックスで見れるので、ぜひね、シーズン3見終わった後に見るとより面白いかと思います。スペインドラマとして放送されてたんですけど、視聴率がこうなっちゃったんだよね。で、こうなった時にネットフリックスがこうしたみたいな感じ。なので本当にネットフリックスが救った作品かなと思います。こちらはニュージーランドのフィルシーリッチです。遺産相続バトルシリーズですね。とある大富豪が死んでしまって、そこからね、こう隠し子がポン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 って出てきて、そう、遺産をどうするのかっていうね、結構よくありそうなドラマの設定なんですけれども、これもなかなか面白いのでぜひご覧ください。こちらは Hulu で配信されています。日本で見るには比較的新しい作品かなと思います。そんな感じで、今ね、動画配信サービスかなり盛り上がってますよね。そんな今現在が第4次海外ドラマブームと言われています。世界中のドラマが溢れている時代です。国によってね、この映像のね、こう美しさだったりね、描き方がね違うので、そのあたりもね楽しめるかと思います。そして今年2021年の期待は大人気シリーズの復活です。このあたりに私はすごく注目をしています。セックス・アンド・ザ・シティ、ゴシップ・ガール、デクスターなどのロングヒットシリーズが次々と復活ということで、つい最近ですと L の世界が新しく、続編が始まって、オリジナルキャストも何人が出てるということで、こちらはね、もう Hulu で配信されています。長年ね、海外ドラマを見続けているオタクとしてはね、やっぱこの復活は嬉しいよね。面白かった作品ってすごい復活を期待はするんだけれども、意外と期待値を上回れないことが多かったりとか、あとはスピンオフ系もだよね、なかなか成功する例って少ないかもしれないので、私個人的にはデクスターあたりにはかなり期待をしています。犯罪刑事ドラマ系のスピンオフって結構たくさんあって、そういうのはね、ニューヨーク支部と LA 支部とみたいな感じ、そういうのは続きやすいんだけど、キャストの中の誰か引っ張り出して成功する例ってそこまでないのかなって個人的に思っちゃったりするんだけど、人気なのはブレイキングバッドのスピンオフのベターコールソウル、こちらはすごい人気ですよね。すごい盛り上がってる気がします。ブレイキングバッドでできた弁護士が主人公なんですけど、その主人公がシナモンロール屋さんで働いてて、でシナボンでイベントがかなり昔にあったんだけど、それ行ってさ、一人で、そうで、シナモンロール食べながら、そのベターコールソウルの写真の展示会みたいなのがあって、そう、それを見ながらわーって思って、でもあの当時はそんなに成功するとは思ってなくて、ね、人気だね、ベターコールソウル。ちなみに最近のニュースだと、セックス&ザシティ SATC が復活ということなんですけど、なんとこちらギャラがね、すごいことになってるそうで、 SATC といえばメインキャスト4人いましたけど、全員がね、出演するわけではないらしいんですけれども、あれだけの海外ドラマブームを巻き起こしましたので、ギャラが1話1億円という噂がありまして、
すごいね。1話1億円の世界ですよ。まあでもね、意外と海外ドラマだったら1話1億円って結構あってね、アメリカンドリームですね。というわけで復活を楽しみにしています。あとはリミテッドシリーズの作品が増えてきたことですね。そもそも何なのかなってちょっと調べてみたんですけど、一応シーズン1しか作られないことが最初から決まっているドラマということです。なんか短めのシリーズ、リミテッドシリーズって聞くこともあるんだけど、一応そういうことらしいです。ネットフリックスのおすすめですと、ハリウッド、クイーンズギャンビット、この2作品面白くて、それこそリミテッドシリーズシーズン1でね、しっかりキュッと終わるのでね、見やすいかなと思います。あとはあれかな、 HBO の作品チェルノブイリ、あれも全5話で完結してるので、なんだろうね、昔だったら24、プリズンブレイク、デスパレートの妻たちとか、バーンノーティスとか、グレイズアナトミーとかってシーズン1がだいたい22話とか24話ぐらいありましたよね。それがまあザ・ドラマっていう感じだったんだけど、まあ動画配信サービスの到来とともになのか、長く見るのが難しくなってきたからなのか、どん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 短くなってるよね。今だったら本当10話前後の作品が多いので、そういった部分ではまあすっきり見れるリミテッドシリーズっていうのはこれからも増えてくるし、まあ今年もたくさん話題作が出てくるかなと思っています。やっぱ聞くんですよね、なんか完結するかしないかわからない、いつまで続くかわからない作品って見れないという、そんな意見も聞くのでね、なのでそういったリミテッドシリーズとかの方が人気が出るのかなと思います。これ何回も動画で言ってるんだけど、 TV グループの清水さんがさ、海外ドラマあるあるで、ミステリードラマとか SF ドラマで何年も見続けたのに最終的に謎がわからないまま終わったっていう名言があって、それこそ海外ドラマってバチンと打ち切りになることも多いので、もしかするとね、今の、まあ、時代的にはこういったリミテッドシリーズの方がしっかりと終わって良いかもしれないですよね。謎はしっかり解いて終わってほしい。こちらは昨年ね、すごい感じたんですけども、10年ぐらい前とか、まだ動画配信サービスが始まる前だった、もうツタヤにバリバリ通ってた時に流行っていたようなドラマ、過去のロングヒットシリーズが次々と動画配信サービスにて見れるようになったこと、これはかなり大きくて、もともと DVD がまず日本で販売されてなかったり、レンタルができなかったりとかしていて、見れないものって結構あったんですよ。そういった作品が動画配信サービスでこう配信されることによって、私個人的にはとても嬉しいニュースで、それこそ本当この海外ドラマ部屋の DVD に並べたかった作品なんてもうたくさんあったわけですよ。でももう買える手段もない、見れる手段もない、もうどうしようもないってなってた作品とかが動画配信サービスの力、特にネットフリックスの力、すごいですね。見れるようになったのはすごい嬉しいなと思って、私自身見たかった作品だとモダンファミリーとママと恋に落ちるまで、こちらが見れるようになったのがすごい嬉しいです。新作ドラマも面白い作品ってたくさんあります。ですがやっぱね、10年とか続いてるドラマってなんで10年続くかってやっぱ面白いからなんだよね。だからぜひ海外ドラマ何見ようかなって悩んでる方とか、ちょっとドラマ長くて見るの勇気いるなって思ってる方も、よかったら第1話だけでも見てみてください。結構ハマると思います。今年も権力のある中の人にね、こう過去の名作などをね、こう引っ張ってきてほしいなと思います。はい、そんな感じの最近の海外ドラマ事情でした。気になる作品があったらぜひ見てみてください。今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。